ノバウィッチガンタということで、シャープ29。じゃあ早速、続きやっていくか。いや、前回すごかったな。はい。そう、このつむぎさんがね、ねねさんの懸念していた二人目の魔女だったということなんだけど、いや、何回考えても、前回の、あの、ラッキースケベの体制にならんと思うのだがな。あれ、すごいな。うん。何回もさ、シミュレーションしたのよ、頭の中で。あれ、これどうやってマントを引っ張って、ね、飛び込んだら、ああなるんだろう、みたいなね。うん。いろいろこう、シミュレーションしてみたんだけど、物理的に。難しいな、と思って。はい。まあね、そんなことはさておき、まあこの紬さんですよ。まあどういう話になるのか、じゃあ見ていこうか。シーバさん、さっきは本当にごめん。無茶なことしちゃって。ううん。それはまあ、仕方ないよ。逃げたのは、私だから。いやでもさ、こう、ねねさんがすごい好戦的な人だとして、まあ向こうはさ、まあ、紬さんはもう、ね、必死に逃げてたからさ、こっちのことあんまり確認してなかったと思うんだけど、あの、ね、魔女側がこうバンバンさ、撃ってきたとしたらさ、どうしてたんだろうな。だから戦うのかな。なんか、紬さん。なんか魔法少女っぽいもんね、この感じ。俺と綾地さんを目の前にしたシーバさんからは、強い酸味を感じる。酸味か。あれ？待って。進まなくなっちゃった。あ、オッケーオッケーオッケー。そして、その顔には、今にも、不安と恐怖に押しつぶされそうな表情が浮かんでいた。とりあえず、俺も、あやちさんも、シーバさんを傷つけるつもりはないから。うなずいてくれたものの、シーバさんの表情は暗いまま。んだろうな。なんか、魔女がね、二人も、こう、同じ、こう、区域というかさ、にいるのは、やっぱりこう、都合悪いような、伝わってくる感情も変化しない。やっぱ、こんな言葉だけじゃ安心はできないかな。あやちさんも魔女だったとは。オカルト研究部が相談を受け付けていたのも、かけら集めのためなんだね。まあまあ、それが全てってわけじゃないかもしんないけど、この、まあその前にさ、もうほんとコスプレ大会みたいになってるね、ここ。もうすごいな。魔女が集まってコスプレ大会するみたいなね。シーバさんが入部しようとしたのも、同じ理由なんですよね。ああ、そうなんだ。そっか。そうですか。でも、どうして星野くんは、シーバさんが魔女だと気づいたんですか？気づいてたの？まあ、いろんな気づく要素あったけどね。いや、確証があったわけじゃなくて、あくまで状況証拠、証拠、終わった。状況証拠からの推測なんだけどね。なんだ証拠って。状況を消去するなもん。そうして俺は気づいた理由や新たな魔女の条件を挙げていった。久島先生のそばにいる人が新しく魔女になった。でも他にも可能性はあるでしょ？魔女になったのは最近とは限らず、移動してきたということですね。転入の手続きがあったから、クラス担任である久島先生のそばにいたはず。そして、何より魔女には一つ大きな特徴がある。自分の願いのために契約を交わしている。あ、そういえばさ、つむぎさんのアルプは誰なんだろうね。なんかさ、スバルツカッツに来てたなんだっけ、青い髪のあの人なのかな。人じゃねえのかもしれないけど、まあ、人じゃないんだよな。うん。つまり、相手も何かしらの代償を支払っている、ということでしょ。自分の意志ではどうにもできないことに悩まされているはず。そっか、シーバさんの服装ですね。そう。女の子の服を着られないのは何かよっぽど特殊な事情があるんだと思ったから。まあそれが制約ってことだな。まあただ、リバースが条件はきつない。いや、結構きついぞ。リバースってさ、みんなね、経験、ありますか？もうあれさ、やばいよな。もう気持ち悪いからな、普通に。そんなのが日常的にさ、起こるってもうなんか生きづらいよね。それだけで。魔女の契約の代償。ということですか。そうだよな。でも、ねねさんは気持ちよくなれるからまだいいけどね。その通りだよ。そっか。苦労してるね、シーバさんも。本当、どうして
魔女だったなんて。私も驚きました。うん、にしてもすごい格好だね。二重の意味で驚いたよ。二重の意味で、二重の意味で。これは違うんです。この服装は決して私の趣味じゃなくてですね。うん、うん、分かってるよ。マグも服装も選べるものじゃないから。うん、まあでもどうなんだろう、つむぎさんは今のその格好に関しては気に入ってんのかな。というかずるい、うん、卑怯です。私はこんなに恥ずかしい格好なのに、シーバさんの服は可愛いだなんて。もうネネさんずっとそれだよね。もうずるいっつって。あれ可愛いっつって、なんで私これなのみたいな。どうせなら私もそういう格好の方が良かったです。うん、そう言われても。お、つむぎさん的にはどうなんだろう。とりあえず二人とも制服姿に戻ったら。どうしたの？何か問題がある？ううん、問題はないよ。ただね、私の場合は普段が普段だから。おう、私が女の子っぽい格好できるのってこの時ぐらい。ああ、やっぱりか。そう、俺もなんかね、そんな風に思ってたわ。多分この格好気に入ってるから結構、まあ誰にも見られないけどね、自分が女の子らしくできる格好みたいなことで結構気に入ってんじゃねえかなと思ってたんだけど、やっぱりか。そういえばスカートとか普通に履いてるね。魔女の服を着てる時だけは体調が悪くならないんだ。だから恥ずかしくはあるけど、実は嬉しかったりもするんだよね、正直に言うと。そうだな。むしろ心が休まるぐらい。そのリバースしないからな、この格好なら。ずるいです。うん、本当にずるい。ずるい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 。怨念、怨念なのもはやそれ。うん。怖いのよ。もうさ、もう本当にもういつでもヤンデレ化しそうだからさ、ねねさん怖いわ。その目でそれを言うと本当に怖いからやめて。大丈夫かな。強く生きろよ、ねねさん。ところで、お、星野くんはどうしてあやちさんの手伝いをしてるの？夜深いと結構なんか色合いが変わるというか、なんかこう紫っぽい感じになりますね、髪色が。すごいな。それはまあいろいろとあって、とある事情から私が魔女であることが露見してしまって、そこから手伝ってもらっているんです。うん、まあさすがにその事情は話せないか。そうなんだ。シーバさんの方は何か魔女関係の事情でこの学院に転入してきたなんてこと？ああ、それはないよ。私は本当に父親の仕事の関係で引っ越してきただけだから。ああ、そうなんだ。まあそうですね、よほどの特殊な事情でもないと見ず知らずの土地に引っ越すことはかけら集めにとってデメリットでしかありませんからね。そうだろうな。そうなんだよ、知り合いが一人もいない土地に引っ越すことになったから、どうやってかけらを集めようって悩んでたんだ。でも転入した先ではすぐに友達もできて、うん、お悩み相談までしてる部活があって、だからつい。まあちょっと下心もありつつ、まあちょっと嬉しくもありつつ、こうね、馴染んでいこうみたいな感じになってたところにね、ねねさんのそのもう一人の魔女が、あーみたいなね、なんかそういう感じになっちゃったもんな。そりゃ頼りたくもなるか。心のかけらを集めるのは普通に暮らしているだけじゃかなり難しい。悩んでいる人を見つけて、その悩みが解決するタイミングを見計らってようやく回収。うん、それを知り合いのいない転入生から始めるとなるとコミュ力がいるな。あの星野くん、お昼に私と話した時に妙に意味ありげに言ったのって。妙に意味あり、やっぱりそうだったか。なんか気づいてたか。ああ、うん、わざと騙すようなことしてごめん。もし本当にシーバさんが魔女なら
あれで回収しに来るかなって。あのタイミングは偶然だけど。そっか、見事に釣られちゃったわけだ。ごめんね、あやちさん、邪魔をしちゃったみたいで。いえ、気にしないでください。知らなかったんですから仕方ありません。まさか魔女なんて特殊な存在が狭い地域で一緒になるなんて考えませんよね。私も予想外でした。魔女はさ、まあね、このなんていうのかな、この日本なのか どこなのかわかんないけどこの世界に何人ぐらいいるんだろうな。ちなみにね、このアルプとかも含めてどれぐらいのその数がいるんだろうね。その一地域一区画はどれぐらいの広さかわかんないけどね。だから結構まあこの二人いるっていうのは珍しいことなのかもしれないけど、まあ、場合によってはさ、もっといる区画もあるかもしれないからな。そうだよね。それでですね、これからなんですが。うん、そうだね。私は別に揉めるつもりはなくて、もちろん奪い合うとか争うつもりもないんだよ。おう、かけら集めの邪魔もしない。もともとここにはあやちさんがいたんだから。まあそっか、まあ自分はよそ者っていうね。だからその、できればこれからもみんなと一緒にいちゃダメかな。いえ大丈夫ですよ。私も争うつもりはありませんから。今まで通りでいられるなら私もそちらの方がありがたいです。うん、まあでもね、かけらは有限だもんな難しいよねここら辺はね。分け合うってできんの、そのかけらを。なんか難しそうだよな。まあだからそのかけらを回収するとしたら、だってね、その人のかけらはその人のかけらだからさね、それをこう分割してみたいなさなんか分けてみたいなことできないだろうし。うん、ありがとう、よかった。うん、もしダメだったらって思ったら不安で不安で。そうだよな。あ、もしかして即座に逃げたのはそういう理由？それにあの時も別に邪魔をしたわけじゃなく、かけらの回収するタイミングがたまたま被っただけで、そんなつもりはなかったと。うん、星野くんの言う通り。うん、もし逃げ切れたら今後は学内では回収しないように気をつけて、あ、二人とも今まで通りにできればなって。あ、なるほど。あ、そうだったんだな。いやなんかそっか、こっちのこと気づいてたのか。そうだよね、こっちがもうねねさんとしゅうじくんっていうのはもう気づいてて、それで分かって逃げてたんだよな。そっかそっか。あの、そこなんですが。お、むしろ協力をしませんか。おっとどういうこと。え、協力ってどういうこと。ね、シーバさんはああ言ってくれましたが、私は別にこの学院を自分の領土だなんて言うつもりはありません。領土ね。ですから一緒に集めていきませんか。いいね。いや、まあでもどっちが回収するか問題は発生すると思うけど。いや、でもそんなの悪いよ。後から割って入るようなことをしたんだから。でもかけらがないとシーバさんも困りますよね。それはまあそうなんだけど。うん、まあでも久島先生のに関してはつむぎさんがね、こう自分でこう迷惑かけちゃったみたいなところもあったから、まあ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 、それをね回収するのは松麦さんみたいなのわかるけど、まあ今回のね、今回のやっぱこのまあ小志寺さんのことに関しては修二くんがね解決したから、やっぱ修二くんがその解決した人がね、まあ、決められるみたいなさ、なんかそういうシステムにした方がいいよな。気にしないでください。困った時はお互い様です。それに、うん、シーバさんの気持ちはわかります。痛いほどわかります。うん、大変ですよね、契約の代償まあ大変ですよね。あやちさんも苦労してるもんな。言わないでください、うん、思い返しても最低なことばっかりなんです。本当信じたくないことばっかり。あ、
ありえない。まあでもそっか、気持ちよくなれるとはいえ、その地帯を他の人に見られることになるのか、そのタイミングが悪ければ。リバースだったらさ、まあなんか、あーなんか大丈夫っていう感じになるけど、そのね、そっか、そのなんかさ、こう気持ちよくなってるところをさ、この他の人に見られ、嫌だろうな、嫌だよな、しかも女の子だもんな。さんの支払っている代償って何なの？お、聞いちゃいます？いやごめん、聞いちゃダメだった、無神経なこと聞いてごめんね。いえ、協力を持ちかけているのは私なんですから、隠し事はない方がいいですよね、うん、お互いの信頼が重要ですから。そうだね。実はその私の代償は ちょです。ちょっと聞こえなかったな。ちょっと聞こえなかったな。つじょうですみたいになっちゃったな。つが歯がちょっともうなくなりかけてたけどね。初？ごめん、あ、今何て言ったの？初は聞こえたの？どちらかというとじょうの方が大きかったけどね。初の方が聞こえたの？初情、初情なんです。うん、初情、初情、うん、初情。初情ってまさか初情？そうだよ。その代償のせいで綾地さんはそのなんだ、自分の意志とは無関係に急に体がほてったりするんだよ。俺が魔女のことを知ったのもそこら辺がきっかけで。そうなんだ。それは私よりも大変そうな代償だね。いや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 、お互い様よ。もうお互いによ。うん、リバースだってやばいからな。俺小学校の頃めちゃめちゃリバースしてた時期ありまして。いや、どんな時期だよって思われるんだけど、小学校の頃ね、なんか、なんだろうな、特に低学年の時ね、めちゃめちゃ、なんかそこら辺のもの食ってたんですよね。もう道端のものを。なんでなんだろうな。俺すげえアホだったんだろうな、多分。その、めちゃめちゃ食ってて、で、もう、うわーってこう、下して、なんかいろんなものに好奇心があったからさ、よく死ななかったなと思ったんだけど、今考えると。うん、まあ何を食ってたのかもうちょっとまあね、ご想像にお任せしますが。あまり言いたくないんでね。どちらの方が大変とか不幸自慢をするつもりはありませんが、うん、大変は大変ですね。本当にどうしてこんな代償に、うん、私もたまにそう思う。なんでこんな嫌がらせみたいな代償なんだろうね。ね。二人して遠い目になってしまった。しかも綾瀬さんのはかなり重度だ。もう目に光がない。全くない、もはや。いや、しかもこの夜だともっと怖いんで、だから本当に大変そうだよな、魔女の契約って。まあでもそこまでして叶えたい願いがあるってことだもんな。逆に言うと何なんだろうなってとこだよな。どうしたの？こんなところに呼び出したりして。変な声出ちゃった。いきなりコシジさん出てきたから、あ、そっか、ここで回収するのか。え、どっちが回収するの？まさかとは思うけど、うん、私に惚れたりした？よもや告白するつもりじゃないよね。あれ、コシジさん。え、その気なんですか？残念ながら惚れてません。だろうね。でもそうなると本当になのよ。それなんだけど、ごめん、コシジさん。何？なんでいきなり謝るの？今、後ろから準備してんのかな、魔女が。どっちだろう。それは、俺の視線の先、コシジさんの後ろに立ったシーバさん。あれ、シーバさん？手にしたハンマーを振りかぶり。お！あ、あの、あの鏡くんのゾーン状態のあの、感じじゃなく、同じ1万円なんだけど、ちゃんとこう色がついてる感じね。いいねー。いや、すごい。いや、胸よ。ちゃんとあるんだな。結構大きいっすよね。つむぎさんね。あの、背は結構小さそうだけど。
ロリ巨乳って言ったらいいの？あ、すごい。この左手のこのグーがいいね。結構好き。でもなんか、これだけさ、すごいさ、重そうなハンマーなんだけど、どうなんだろうね、これ。そんなに重くないのかな、実際。あ、つむぎさんが回収するんだね。いや、それで殴んの嫌だろうな、それ。打撃部が小杉さんの体を強く打ちつける。マジ？背中から突き抜ける衝撃に、小杉さんは体を大きくのけぞらせた。あ、背中に、あ、頭に行くわけじゃないよな。頭はやばいよな、さすがに。それと同時に、たくさんの白い羽が舞い散った。ここら辺は銃で撃たれた時と変わらないんだな。これ、つむぎさんが回収すんの？なんで？あ、でも、ねねさんは、一応、どうなんだろう。コシジさんは？あ、うん、平気だよ。そっか、よかった。それでシーバさん、回収の方はどう？うん、できてるよ。しかもこんなにたくさんの量を一度に回収できるなんて初めてだよ。すごい。あ、結局ネネさん譲ったんだな。それだけ大きなことに悩んでいたんだよね。そういうことになるね。ただ、あ、うん、わかってる。私も今まで心のかけらを回収してきたから、不用意にそのことを尋ねたりしないよ。ああ、そうだな。うん、よろしく。変に興味を持たれて尋ねられると、俺が噂を流したみたいになるかもしれない。そうなるとおかけん自体の信用問題になるからな。気をつけないと。でも本当に良かったの？ね、このかけら私が回収させてもらっちゃって。まあでも修二くんが決める問題だよね、これは。修二くんが解決したようなもんだからな。アプローチかけてさ、で瞳子さんとかにね、とかもこう一緒にね、こう呼んだりして。まあだから、まあ修二くんに決定権があるんじゃねえかな。何度も話したじゃないですか、気にしないでください。まあでもねねさんは譲ったと。いい関係になりそうだ。ねえ、あやちさん、これからも回収は譲っていくの？それで本当に平気？はい、無理をしているわけじゃありません。シーバさんも苦労しているんですから。そうなのか。まあねねさんは立ち位置的には、まあ回収しやすい位置にはいるからみたいなことなのかな。でもそれを言われるとさ、だからそういう感じだとしたらさ、余計その心の穴で回収しちゃった分がちょっと罪悪感あるよね。いや、俺結構えぐいことしちゃったなっつって。それに私が集めたかけらのほとんどは星野くんの中にあります。そうそれもちゃんと帰ってくると証明されたんです。あ、そっか。焦る必要はありません。なるほど。ああ、そっか。綾地さんとしては地道に一から集め直す必要はないんだ。だから、修二くんの方をどうにかすると。一緒にな。俺の中の欠片を取り戻す方が効率がいいんだから。よし。これからも頑張ろう。修二くんもな、そっちの方に舵を切っていこう。それじゃあ、今後とも、よろしくお願いします。あ、いえ、こちらこそ、何卒よろしくお願いします。何卒。それじゃあ、おかけんには正式入部ということで大丈夫ですか？おお。うん。お願いします。いいね。はい、じゃあ話もまとまったところで昼ご飯だな。俺は学食に行くよ。私はお弁当です。稲葉さんと約束をしています。おお、またあの門借りでもやるのかな。そっか。それじゃあシーバさんは、シーバさん、何ん？だから昼食、俺は学食、あやちさんは稲葉さんと一緒に弁当、シーバさんは？ああ、うん、お弁当だよ。あ、じゃあねねさんたちと一緒に？それじゃあせっかくですから一緒に食べましょうか。うん、ありがとう。なんか心の底からって感じがするね。ん？どうしたの？もしかしてお昼は一人で食べたい派ですか？だったら無理にとは言いませんが。
違うよ、そうじゃなくて、その…なんだか、とっても嬉しくって…まあ、噛み締めてたんだよな。嬉しいって何が？私、女の子の服を着たら、あんな風になって…でも、事情は言えなくて…ね。前は周りに、ちょっと惹かれてたっていうか…そっかー、そうだよな。いや、そうだよね。だって、この全部を受け入れてくれる環境ってなかなかないよな。だからその、魔女になった後も、なる前もな。まあ、男装も別に、ね、気にしないよって言ってくれるし、しかも、変身した後も、ああ、魔女なんだ、ふーみたいな。ああ、もう、同業者、同業者みたいなさ。なんかそういう、ね、受け入れてくれる環境ってね。だから馴染めるかどうか不安だったんだよね、うん、でもいざ転入してみたら友達ができて嬉しかったの。あ、もうこれ紬さんはその影響で心のかけらは発生しないの？それをねねさんが回収するみたいな。紬さんってか魔女の心のかけらってあるのかな。だけど友達は実は私と同じ立場で、だからきっと仲良くはできないってあの時思った。うん、なのにあやちさんも星名くんも私のことを受け入れてくれて、友達のまま普通に接してくれて。もうギュッとしたい。わかったわかったってギュッとしたいわ。同級生なんだけどね。なんかこうちっちゃい女の子をこうギュッとするみたいな感じで。稲葉さんだって、普通にしてくれてて、ね、だから安心できたっていうか嬉しいっていうか、あれなんでだろう、涙が。椎葉さん、ああそうか、昨日俺が感じた強い不安と恐怖はそういうことだったのか。そう言って笑う椎葉さんからは、昨日感じた強い酸味はもう感じない。そしてその顔は正直言って可愛くて思わず見とれてしまった。うん、まだ抱きしめないだけは良かった。俺だったらちょっと言っちゃってたかもしれないな。うん、そして惹かれて、そして距離を置かれ、ってなっちゃうみたいなね。うん、まあ、こういうギャルゲの主人公とかだったらむしろね、こう好感度上がるのかもしれないけどな。うん、こういう時に、不用意にね、抱きしめるんじゃなく、ハンカチを渡してあげたりとかね。なんかティッシュ渡したりとか、した方がいいっすよね。本当に、ありがとう、二人とも。ごめん、あやちさん。あとは、任せた。ちょっと待ってください、星名くん。恥ずかしくなっちゃったか。軽く手を振って俺は二人から離れる。泣いている女子に対してどう接すればいいのか、よくわからん。わからんか。うん、お前はそれでいい。それに嬉し涙なんだから、解決すべき問題があるわけじゃない。俺がいなくても大丈夫だろう。現に背後では。さあ、泣き止んでください。じゃないと稲葉さんが何事かと驚いてしまいます。それに泣いたままじゃ。お弁当も美味しくありませんよ。うん、そうだね。という声も聞こえてくる。何はともあれ、すべて丸く収まったみたいで何よりだ。いやー、いいね。サノバウィッチ。なんかこう締め方がうまいよね、このサノバのこのシーンは。なんかこう丸く収まるなーみたいな感じで締めるよね。コシジさんの話もそうだし。あ、チャプター4の1に入った。じゃあ、今回はここまでにしようかな。つむぎさんが、正式にそう、おかけに入部して、そして、まあ、ねねさんたちに受け入れてもらえましたと。まあ、そういう回だったんだけど、いや、そうだよな。つむぎさんもかなりのね、重圧なんつったらいいの？その、
環境的な、なんだろうな、こう馴染めなさみたいなところあったのかもしれないけど、いやそうだよね。その前の学校とかでもやっぱそういうのあったんだな。きついな。なんか想像するだけできついよな。なんか願いたいか、ね、もう、叶えたい願いがあって、願いたいってなんだ叶えたい願いがあって、で、それは絶対的に叶えたいんだろうけど、まあだからこそね、ああいう格好も我慢してやってるんだろうけど、まあでもさ、まあだとしてもやっぱりこう、なんていうのかな、きついものがあるよね。だって女の子だもんな。こう、まあ女の子がね、みんなその、なんかか弱いとは言わないけど、まあでもやっぱ精神的にこう、つむぎさんみたいなタイプだとこう、溜め込みそうだからな。だから、なんか、そういう、こう、心落ち着ける場なんか、気安く入れる場みたいなところがさ、できて、なんか、よかったねって、こう思っちゃうね。うん。はい。ということで。じゃあ、今回は以上にしたいなと思います。まあ、次回は、チャプター4に入ったけど、そろそろさ、ね、こう、大きな動きというか、うん。もうなんか、ね、いろいろと、一段落しちゃいましたけど。ね、どうするっていう話だよね、こっから。うん。また新しい、案件が出てくるんでしょうかね。回収案件。もしくは、その、まあ、アルプだよな。むしろ、シーバさん側のアルプの話とかにもなっていくのかな。うん。ちょっとまあ、そこら辺も気になりますが、次回そこら辺はお楽しみにしていただければなと思います。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。